25日朝から三宅戸八幡神社の総代9人が集まって無事杉の輪を作りました。神社所有の山から取ってきた軽トラックおよそ3倍分の杉の枝をさらに小さく切り、直径およそ 3.8 メートルの鉄パイプの輪に藁を巻いたものに差し込んでいきます。無事杉の輪は三宅戸八幡神社の佐伯正弘宮司が1年を無事に過ごせたことに感謝しながら、新しい年を無事に過ごせるよう祈るため、年末年始に境内に置いてみてはと氏子総代に提案して作るようになったそうです。もうこれ作り出してからね、だいたい20年近くなるんですけども、やっぱりここの神様はですね、この地区の遠いおじいちゃんおばあちゃんがですねをお祭りしておりますんで、今に生きる氏子さん一人一人がね、そのご先祖さんのため思いながら、何か今に生きている人ご先祖様もですね喜ぶようなものはないかなと思った時に、この杉の輪作りを考えついたものですから、はい、今年も無事に作ることができました。はい、細かった輪が杉の枝をまとってどんどん太くなっていきます。最後に来年の干支のネズミの絵馬を取り付けて完成です。境内には天神様も祀られていて、この天神様の前にも杉の輪が作られました。学業を極めるための道は狭く厳しいという意味を込めて、こちらの輪の直径は2メートルほどにされています。2つの杉の輪が完成した後、神事を行い全員で通り染めをしました。やっぱりこの1年を無事に過ぎたことをまず感謝して、そして平たく言えば来年令和2年ですね、喜びを与えてくれる1年になってほしいなというような気持ちで来ていただければと思います。はい、三宅戸八幡神社では新年が明けた午前0時から元旦祭が行われ、参拝者には甘酒とみかんの接待がされるということです。無事杉の輪は来年1月末まで置かれる予定です。